こんにちは、ララです。今日は幸せになる究極の秘訣を知ってしまったので、ちょっと大げさ、そのお話をしようと思います。体験談もありますので、ぜひね、最後までご覧くださいね。動画を見終わったらね、とってもハッピーな気分になってますよ。あなたはね、どんな願いがありますか？どんな理想の人生を描いてますか？例えばね、あれがあったら幸せなのになとか、こうだったら幸せなのになとかね、思ったりすることありますか？でもね、そういうものがなくてもあなたはね、幸せになれるんです。そういうお話です。よくね、私もね、思ってたんだけどね、お金があったら幸せなのになとかね、才能とかね、能力があったらね、幸せだったのになとかね、運命の人に出会ってね、もう満ち足りた生活が送れたら幸せなのになとかね。前回の動画ではね、自分が願望を意識した瞬間にあなたの願いは叶ってるっていうね、そういうお話をしました。願ったことや求めてるものは、あなたがそれを思い浮かべた瞬間にもうすでにね、それらは出現してるんです。それはあなたとね、エネルギーの倉庫に入ってるんです。でね、その倉庫から実際にそれらを受け止めるためには、心のブロックを外して高いね、波動を持ってればいいということでした。その高い波動になるには、ワクワクして結果を気にしないで、瞬間瞬間をポジティブにね、生きる、そういうお話をしました。だからね、お金があったら幸せとかね、パートナーがいたら幸せっていうようにね、何々があったら幸せっていうね、そういう条件付きでね、幸せを考えない方が実現が近くなります。宇宙は私たちに条件なし、そう、無条件で愛を注いでくれています。どんなにね、不真面目であってもね、ちょっといじけちゃっていてもね、宇宙は私たちに愛を与えてくれてます。なので、こうなったら幸せとか、こうでなくちゃ幸せになれないっていう、そういう思い込みは不要です。そう、その条件がなくてもね、あなたは幸せになれる人なんです。宇宙の愛はね、限りなく深いので、あなたはね、本当に愛されてるんですよ。だから幸せになれるのは当たり前なんです。宇宙は限りなく愛をね、あなたに注いで、あなたが幸せになるようにってね、いろいろ導いてくれるんだけど、それがね、見えないだけなので、そこをね、理解して毎日過ごしていくと、どんどんね、変化して変わっていきますよ。じゃあね、どうやったらいいのってね、今幸せじゃないのに幸せ感じろってね、言われても無理ってね。で、そこでね、登場するのがバシャールのワクワクの方程式を実行することです。バシャールというのは、人類よりはるかね、高次元の存在で、宇宙の集合意識体のことです。実行するワクワクの方程式っていうのは、まずね、ワクワクに沿って行動するんです。できるとこまでワクワクに沿って行動します。結果にはね、こだわらないです。そしてどんな時でも常にポジティブに、自分で今ここを生きる、これがワクワクの方程式です。まずね、小さなワクワクを実行してください。そう、すぐにでもね、できること、例えばね、お風呂に入ってゆっくりしたいならそうしてください。でね、湯船に浸かりながらいい気分でいると、またね、ポワーってね、あ、次あれやってみたいなっていうのが出てくるので、それをやってみてっていうようにね、次々ね、自分の感情がいい状態の時に、いろんな発想とかインスピレーションが届きます。でも、たかが自分がね、考えてることに沿ってやったって思いますか？違いますよ。これはね、あなたを幸せの方向へ導こうっていうね、そういうガイドのような存在からのメッセージなんです。頭に思い浮かぶのもあるし、視覚から入ってきたりとか、例えばね、テレビとか街の看板を見てね、ハッてしたりね、人からね、頼まれごとされてね、それをやったらね、いいことにつながっていったりとかね、そう、ミラクルがね、どんどん起こってきます。そういうワクワクしながら、その時その時ね、集中して夢中でやっていくうちに、そう、望んだような結果がね、次々と現れてきます。
そう、あなたはね、幸せになってるのが当たり前の人なんです。それを忘れないでくださいね。だから、なんとかになったら幸せっていうのを捨ててください。ではね、体験談です。何々になったら幸せっていうのを捨てたら幸せになった人の話です。それはね、私です。私はね、お金がなくて本当に苦労してました。もう節約してもね、全然生活費が足りません。お金があったら幸せになれるのになーってね、ずっと思ってました。お金があったらな、お金があったらなって。だからお金がない生活が長く続いたんだって今だったら思います。そう、お金に執着してたから、お金がないと不安になって、お金のイメージっていうのはね、いいものではなかったです。でもね、ある時ね、お金よりもワクワクするものが見つかりました。いろいろあったんだけど、一つはね、やっぱり引き寄せの法則です。自分が考えたことが実現するってすごいってね。そんなの無敵じゃないですかって。お金がないながらもね、夢中で引き寄せの法則関係のね、本をね、買ったり調べたりね、やってました。ほんと、そういう時間はね、我を忘れてね、ワクワクして、楽しい時間でした。バシャールのね、ワクワクの方程式が動いたんだと思います。そう、ワクワクして楽しんだので、波動が上がったんだと思います。借金苦でね、休みなく働いてもう不安ばかりとね、毎日だったのがね、いつの間にか支払いの不安がなくなって、やりたいことがね、できるようになったんです。そう、お金のことばかり考えてたのがね、嘘みたいになくなりました。なので、先にワクワク、そう、幸せ感で気持ちを満たしたら、後から理想が叶っているっていうのはね、本当なんです。こうじゃなくちゃ幸せになれないとか、これがないと幸せになれないってね、思い続けてた時はね、本当、その思考の通りのね、辛い毎日でした。なのでね、今回のね、幸せになるね、秘訣は、何々がなくちゃ幸せじゃないとか、何々があったら幸せっていうね、そういう考えはね、捨てちゃって、まず自分がね、幸せになる、ワクワクできることをどんどんやっていくと幸せになれます。そう、難しくね、考えないでね。まず自分が気持ちいいってね、感じられることを次々とやっていって、でね、波動を上げて、あなたの願いをね、叶えていってくださいね。そう、すでにね、あなたのね、願ったものはもうあなたの倉庫の中に入ってるんです。で、あなたのところに行く瞬間を待ってます。ね。そう、大丈夫。あなたの願いは叶います。今日も明日もハッピーでいきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。またね。